ピアノ教室応援コーチ星野陽子です。はい、ピアノ教室応援コーチ星野陽子です、ピアノの先生のためのメンタルトレーニング自己尊厳のパーツについて、お話しさせていただいております。自己尊厳、いろんな角度で見るといいですね。できてる部分とできてない部分、あると思いますので、ご自身のことを振り返るつもりで、聞いていただけたらいいんですけど、そうですね、時間で、自己尊厳できてるか、あと感情面で自己尊厳できてるか、また金銭面でちゃんと自己尊厳できてるか、環境面で自己尊厳できてるか、また健康面でね自己尊厳できてるか、なんかについてお話しさせていただきたいと思います。まず時間ですね。もうこれ一番にもお話したいことです。時間について皆さんはきちんと自分をこう自己尊厳できてるでしょうか。そうですね、ないがしろに本当は自分の時間なのに、人に奪われてしまったり、その時間をですね、思い当たるところあると思うんですけど、これ自己尊厳できてないですよね。分かりやすく言うと、本当は自分は、この時間休憩したいんだと、空き時間だけど、生徒さんに、歩行をお願いできないか、もしくは追加レースしていただけないかで、時にですね、やっぱり無料でやってたら最悪ですよね。無償で提供してるわけですもんね。追加レッスンで有料の場合も例えばお金が発生していてもですね、そこに対して自分がその時間本当はゆっくり休みたかったんだとか、もしくは自分の楽しみのために帰ったかったんだ、例えば、土日のレッスンなんかもそうですよね。素敵な旅行計画してたのに、そういう依頼が来てその旅行がおじゃんになっちゃったとかね、これ自分をないがしろにしちゃってますよね。こういうところ、時間っていうのはですね、特に気をつけなくちゃいけないです。一回ですね、これがないがしろにするとね、慣れちゃうんですよね。惰性で。また次もやっちゃうんです。なので、皆さんの1週間のスケジュール見ていただいて、ないがしろにした時間がどのくらいあったかチェックしてみましょう。ここポイントですけど、本当にね、その時間ね、自分がレッスンしたかったとか、レッスンして、その追加レッスンしてお金もらいたかったっていう場合はいいですよ。だって自分の気持ちに反抗してないですからね。ところが本当は休みたかった、本当はこういう時間に伝えたかった、本当は遊びたかったのに、他のものにそこの時間を奪われた場合は、自己尊厳が下がってしまう。まずですね、1週間振り返ってみて、その数を減らしていきましょう。減らすです。じゃあどうやって減らすのっていうのはですね、分かりやすい行動例としてはですね、やっぱ断るっていうことですね。断る。例えば生徒さんが、4時から、4時半まで空きがあったと。もともと空きがあると。でここは、ちょっと自分で少し休憩したいなと、お茶でも飲みたいなとね、そういう時間だなと、そういう時間にしたいなと皆さんが思った時に、生徒さんから「先生ちょっと4時半4時歩行入れてもらえませんか?」って言った時に、多くの方「先生どうやって断ったらいいですか?」「すいません、その時間ちょっと予定があるんです」でもいいじゃないですかね。この時間ちょっと電話の予約入ってて、多少の嘘は嘘じゃないよ、嘘っていうかな、自分を守るための嘘はいいと思いますよ。別にそんな法律に引っかかるような嘘はダメですけどもね、そんなないですから、こういう感じでですね、断るというのを、ぜひやっていただきたいと思いますね。例えば3回に1回断ってみるとかね、でだんだん3回に2回断るとか、全部断るとかね、いう方たちですね、時間、今言った以外の例も、こんな方いましたね。私のビジネス、友達で、自営の方でね、パソコンとか仕事してる方なんですけど、
自分は仕事したいんだと、したいんだ、これしたいって気持ちだしですよね。なのにお友達からその夜に遊びに行きたいってこうよくあのお付き合いのねお誘いが来るんですって。でここは断りるポイントですよね。あのその人と遊びたいなら行けばいい、いや仕事したいなら断ればいい、いや仕事がありますんでみたいな、こういうところでですね、時間は特にですね、あの自分の中で皆さんの中であのその時間はまず自分のものだと、その時間をどう使うかも皆さんがコントロールすることができるんだという感覚でですね、選ぶ、受け入れるか断るか選ぶ、ぜひですねそういうことしていただきたいなと思います。